ケージフォイルは2002年から ITV で放送された第二次世界大戦中から戦後を舞台としたイギリスの刑事ドラマ。作家で脚本家のアンソニー・ホロビッツが制作から携わっている。2015年放送の第8シリーズをもって終了した。日本ではアクスミステリーで前話の字幕スーパー版が放送された。 NHKBS プレミアムでは1エピソードを全後編に分けた日本語吹き替え版を第4シリーズパート1第2話までの全28回で2015年8月30日から2016年3月20日にかけてまた第4シリーズパート2第1話から第5シリーズ第3話までの5話が同じく全10回として2017年1月8日から3月12日にかけて放送された 第3期となる20話目から28話目は2019年4月6日から6月1日まで NHKBS プレミアムで放送された。第3期は前後編に分けず2期まで行われていた1週間以内の再放送がない代わり1時間半の放送枠が設けられ1エピソードを1回で放送された。最初の6シリーズは第二次世界大戦中のイングランドのヘースティングスを舞台に クリストファー・フォイル警視生が、専属運転手のサマンサス・スチュアートとポール・ミルナー、巡査の助けを借りながら、戦争の混乱を巧みに利用し逃げる犯罪者を、捉えようと奮闘する。第7シリーズ1987年から長らく、続いた、主任警部モースが2000年に終了し、ITV からの依頼で、作家で、脚本家のアンソニー・ホロビッツが制作から携わり、 2002年から放送されている。主人公のクリストファー・フォイルの名前の由来は、新聞記事や第一シリーズの DVD セットについたインタビューでアンソニー・ホラビッツが語ったところによると、1940年代前半を思わせる名前を探していたところ、ロンドンのチャリングクロスにある、老舗書店ホイルズを思い出し、同店の女性オーナー、クリスティーナ・フォイルの名を男性名のクリストファーとする。 ことにしたという。1999年にクリスティーナ・フォイルが亡くなり、彼女の老いが経営を引き継いだが、偶然にもその名が、クリストファー・フォイルで、その縁で第4シリーズ第2話に、カメオ出演を果たした。エピソードはほぼ1話完結の形をとっている。時折、フォイルの息子で、イギリス空軍の戦闘機パイロット・アンドリューや、 その他のカメオ出演者たちとの絡みがエピソードをまたいで描かれる。1話は約90分から100分で、コマーシャルと含めると、ITV の2時間枠にちょうど収まる長さである。アメリカ PBS での放送枠は90分であるため、長さが100分に近い第1シリーズから第3シリーズは短縮されて放送された。第5シリーズ終了後、ディレクターのサイモン・シャップスが、 次期シリーズの制作中止を突如発表した。ホロビッツは1943年から1944年を舞台に書き進めていた次の脚本の執筆を取りやめることになり、エピソードに9ヶ月から1年の空白の期間ができてしまった。戦争終結の知らせが入る最終話、オールクリアーの放送日が2008年4月中になることが仮決定した。 同年4月9日、ITV は、ホロビッツとグリーンリッドプロダクションの対談の中で、シリーズが復活し、フォイルの冒険は、VD を過ぎても続くことを発表。4月13日に放送された第2話の視聴率が28%という、高い値を記録したことが後押しになったのだろうと、メディアは報じている。その後発表された、最終話の視聴率も28%と高く、 ITV が設けたホロビッツとグリーンリッドとの話し合いの場でも継続という結果がすぐに出て、第6シリーズの前3話の制作が決まったという。第6シリーズは2009年2月に撮影が始まり、2010年4月11日に第1話が放送された。第7シリーズは2012年8月下旬から2012年12月までアイルランドとロンドンで撮影が行われ、 2013年3月4月に放送された。2013年11月20日、第8シリーズの2時間のエピソード3話を制作すること、2014年12月11日に放送日が2015年1月4日であることが発表された。2015年1月12日、制作費がかかりすぎることを理由に、同年1月放送の第8シリーズをもって終了することを発表。 今後はオリジナルドラマを制作する予定であるという2002年英国アカデミー賞テレビ部門のプロダクションデザイン賞にノミネートされた2003年同賞の最優秀ドラマシリーズ部門にノミネートされたありがとうございます